いやね、もうね、妥協を許さないね、仕上がり具合と、それからこう訴えてくるパワーの力強さっていうか、それには本当に驚きました。でも正直言ってね、今全国で子どもたち、あのいじめなんかで苦しんでる子がいっぱいいるんですよ。僕何人も抱えているんですけれども、そういう子どもたちにこのメリーポピンズをですね、ぜひ見せたいなと、招待してでも見せたい子がいます。それからあの国会の先生方も見て心を洗われてほしいなと思いますね。元気のない日本の方も、大人も子どももおじいちゃんもおばあちゃんもみんな見て、でもう一回あの原点というか、人間の原点、家族とは何かとか、夫婦の愛とかですね、それからあの日本ではすごい誤解が多いんですけども、しつけというのはあの体罰的な規律だとかですね、ルールを守るとか、なんかそこにばっかりこうあの強制的に、押し付けていくっていうかしら、肩にはめるっていうのはあるんですけども、本当にスプーン一杯のお砂糖で子どもたちはぐんぐん伸びていくわけで、決してね解毒剤ではないんですよね。あのやっぱりメリーポピンズがですね、ずっと永遠に奪い役でいるわけではなくて、しっかりこう鎖が切れる時とかね、家族の人間関係とか、特にお父さんがですね、人間性をふっと取り戻していって、家族第一優先ですよっていう高らかに宣言しますけども、あのそういうあのなんていうのかな、目覚めていく、変わっていく、あのひどい子育てとかしつけを受けた人でもあんな風に変わっていけるんだっていう、それはやっぱり希望ですよね。あのしつけがきちっとできてなくて、で貧しい家庭に育ったらね、人間ダメだとか、そうではなくて、そういうなんていうのかな、いつでも人間は変われるです。やっぱり変えていくのは愛なんだっていうこと、甘やかしではないんだけれども愛なんだっていうことが、非常にこう説得力を持って舞台の歌と踊りを通してですね、伝わってくると本当に分かりやすいと思いました。そういうこの裏に込められたメッセージっていうのが、僕たちあの教育界だけではなくてですね、本当に今あの生きづらい中を生きておられる日本の人々みんなに見てほしい、元気が出ますよ、エンパワーメントされるっていうこと、もう受け合いです。